はい、クラチャンネルです。今日は先日一緒に、ボートに乗ったまこちゃんと中やんが船をちょっと試乗するということなんで、お邪魔しようかなと思ってます。まあ、ボート屋さんは知り合いのボートクラフトマッキーさんのところなので、ちょっとお手伝いがてら、ちょっと冷やかし程度に、いや、初めてのボートを買うみたいなので、ちょっとサポートをしに行こうかなと思ってます。釣りもできればいいかなと思うんですけども、ではスタート。とりあえず下ろさにゃいけんね。下ろさにゃいけんね。今下の底の水深は、水深が出て水深が分かる。あ、この線がそのストンと出る。ストンと出るというか、まあ言い方的には手の内。トラクターの方は多分スラッシュの近いです。じゃあ試乗大会。すごい、もう私の教育の賜物で取られ慣れてる。すごいじゃん。面白いな。マッキーさん全然間に合ってない。間に合ってない。カメラを持ちました。これを下ろせばいいですか。そう。それをバチンと引っ張って。どういうこと？待って、私落として。いろいろ面白い。硬かったら、そこのノブがあるじゃないですか。それを踏んでください。踏む。あ、違う、それじゃない。これ。それ。そこをギュッと踏んで引っ張る。どこ？あ、どこってなりそう。すげえ。めちゃくちゃ面白がってるから。基本、足のこの倒れの水平が、まっすぐの状態がだいたいまっすぐぐらい。今スイッチオフにしとるけ、ダイヤル。あ、これ、はい、それをダイヤルを2ぐらいまで、2、3、はい、風で流されよ。桟橋にたどり着く。これもうちょっと入ってない。もうちょっと上げて、ゼロの方。もうちょっと上げて。それで、あとは行く方向を自分の体に叩き込む。ああ、わかりました。急に刺された。わかりました。で、一応頭に矢印がついてるでしょ。そうですね。あれが進行方向。わかりました。間違ってなければ大丈夫です。どっち行けばいいですか。こっちに戻ってきてください。マジっすか。もちろん着岸するときにそのエレキを上げにゃいけんけ。ああ、嘘。アゲンとエレキがぶつかるじゃないですか。確かに。早いっすね。これちょっと怖いっすね。買い取りになる可能性ないですか。逆に。いや、もう買い取りの予定なんで大丈夫。そうですよね。本当。買い取った瞬間に修理代も入ってくるんですよね。面白いね。マッキーさん、またお願いします。その状態で、もうあのロープは持っとってくる。これを持っとく、うん、それを持っとる状態で踏んで。めっちゃ怖いんだけど。怖そう。どのぐらいで、あげる。まだ。ゴー。あげる。ああ、そのまま上げたらえらく。で、そんな感じで勢いよく降りて、乗せる。あ、上手。やった。こっち合格出たのね。合格だけど。これ向きをこう合わせて。そう、向きを上げるときにね、気をつけなきゃ。こういう向き、まあ、それは、いや、基本、これって、これが重たくなって下向くんですよ。はい、で、こういう風にガイドするためにこれが斜めに。で、本当はこっちじゃなくて、もう一個向こうに攻めるんですよ。これ硬いですね。おー、そんな勢いでいかない。ビビっとるっす。
この状態でこっちがいいです。収めるときはこう、こっちの状態じゃないと、あのさっきみたいにギューンってつま先が上がっとるとワイヤーが引っ張られとって、うん、片方が緩んどって片方のワイヤーが伸びるんでダメになる。ワイヤーがこの状態で若干このこれがちょっと難しいですね。難しい、慣れるまではちょっとしんどいと思う。最初はじゃけその矢印を見るようになるけど、だんだん見ずにこうやって足だけでなんてことなくこうキャストしながらできる、行きたい方向に勝手に足をこう動かしながらやるように、人が邪魔しますからね。こっちが集中して、うん、集中集中いらんよ。集中はいらないでしょ。邪魔するけん。そう、大体その離岸から着岸はそんな感じ。わかりました。エレキはそこが基本ですから、うん、そっからまだまだいっぱいあるけど、でこうやって風に流され出すとなかなか、うん、で、後ろの人はそのエレキが常にまっすぐになっとくようにしとかんと、あのいやいや普通にまっすぐ進み寄ってもエレキが斜めになっとるとケツが一緒に斜めに流れていくけ前に進みにくくなる。当たるね。じゃけ後ろで舵切っとるようなもんじゃけ。そうそう、じゃけ後ろがこうなっとったら前はまっすぐ進もうとしてるのに後ろはこうなっとるけこうだん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 船が回り始めるけまた喧嘩になるけ。そうそう、じゃけできるだけまっすぐこう、多分そしたらあのマグちゃんにお前エレキ後ろちゃんとまっすぐ見とんかいって怒られる。もう怒ってます。多分ね最初分からんけなんでやろってそこがまず分かってないけ俺なんでまっすぐ行かんのやろうとかって後ろを気にせんけまずまっすぐ進まんけ後ろのせいにしようとしたら見たら後ろはまっすぐになってた。よし、まずは慣れじゃね。そう、まずあとはその船の上でリグったりとか、うん、ボソボソしたりするのがこう揺れながら。今日はリグラズ終わりそうです。ありがとうございました。とりあえずやってみて、キャストまでやってみて、ちょっとしばらくちょっと動いてみるとか、これぐらい動いたらこれぐらいになるんじゃっていうのをやってみた。まあ魚探見るやらなんやらっていうのはまず良いじゃない。だって魚探そんなにわかる。まあ一応要は図面じゃけ。あ、水 3D を 2D にしとるだけだけど、ここをこう行ったらこうなるんじゃ、真横から見とると思えば簡単じゃん。めちゃくちゃ見れそうなの。見れそうな質見れるよ。お、今 5m あるんだ。23度。あ、それ数字じゃん。あ、テレビ見れんけ。ダメなんですか。テレビは見れん。ラジオもちょっと聞かれんけど。あ、ダメですよ。ビデオも見れん。大丈夫。DVD も見れんけど。俺がちょっと豪華この辺。高級魚探じゃけどそれは無理。え、そういうのができるのもあるの。ないよ。じゃあなんとなく触ってて。ちょっとこの辺プロチロしてきます、うん。怖いね。絵になってるよ。長屋上手じゃん。マジ釣れんな。もう釣るわ。釣れた。必死にエレキを見つめとるような気がするんだけど。まあまあ上手に刺された。